暗いな。どうなってんだこりゃ。ねえ、これやっぱ僕らが不法侵入ってことになる？まあな。行こっか。おい、てめえら誰だ？どうすんの、八神さん。そんなの行くに決まってんだろ。ねえ、奥に人の気配がする。まだ他にもいっぱいいそうだよ。向こうも俺らに気づいた。次は多分武器を出してくる。下手したら銃も。ここの連中は何なの？カムロ町のホームレスだな。それを多分一ノ瀬が金で手なずけた。おい、大丈夫か、ターボ？ああ、でも当たりだ。見張りが何人もいる。ここに何かあるのは間違いないよ。ショーノの秘密ラボか。車でここまで入ればもう人目につかない。死体を運び出したりするのにもうってつけだ。お前らだけで行けそうか？いや、そうだな。真冬に電話してすぐ来るように言ってくれる？警察も一緒にって。あ？なんだよ急に。俺ら今不法侵入中だろ。このままもし秘密ラボがあっても違法に見つけた証拠じゃ裁判で認めてもらえない。それって警官呼べば大丈夫になるもんなのか？いや、警察だって令状がなきゃ捜査は無理だね。なんだよ。じゃあなんで真冬ちゃんに警察連れてこいなんて言うんだよ。そこは俺にちょっと考えがあるからさ。とにかく真冬に伝えてくれる？俺らはラボを探す。わかった。暗いな。待って、明かりも持たずに中に入るのは危険だよ。何があるかわからないから慎重にね。負けねえぞ。
なんでこんなところに水たまりが。しかもこの扉開かねえし。だから言ったでしょ、慎重にって。くっそ、この靴気に入ってんのに。楽しみの邪魔するんじゃねえ。あと3分もすりゃこいつは極楽行きさ。大丈夫か？
なんとかね、恩に切るよ。よし、それじゃ行くぞ。これでも食らえ！よし、今のうちだ。Yeah!
秘密ラボだ。なんで、あんたたち。ショーノ。あんたまで今ここにいるとは思ってなかったよ。タイミングが良かった。杉浦、この部屋をビデオで撮れ。やめろ。今まで目をえぐられた連中はここに連れてこられてた。警察の捜査で何が出てくるか見ものだな。被害者たちの指紋、毛髪、体液、 DNA、 ここにあるのは俺らがずっと欲しかった証拠の山だ。何の話だか。杉浦、どうした？ごめんね、八神さん。今までずっとみんなに嘘ついてたんだよ、僕。何の話だ？元梶平の社員だとか、あれ全部嘘。名前も偽名。八神さんのことも実はずっと前から知ってた。知ってて八神さんに近づいたんだ。僕の本当の名前はね、寺沢文也。寺沢？お前に焼き殺された寺沢恵美の弟だ。杉浦！みんな動かないで。そこのお前、ナイフを捨てろ！早く！殺人未遂の現行犯だ。手錠はいりません。もう危険はないでしょう。彼は心配いりません。事件にするまでもない。いいのか？別に何も起きていません。しかし検事生、ここを鑑識に調べさせてくれ。連続殺人の現場だった可能性がある。そう考える根拠は？木戸から聞き出した。その程度の理由で勝手な家宅捜査はできません。まず裁判所の令状は出ないでしょう。令状の名目ならちゃんと用意してあるよ。
何ですか？不法侵入の現行犯逮捕。つまりここは立派な犯罪現場だよ。封鎖して証拠保全をしないと。八神君。なるほど。ここを調べるためなら逮捕されても構わないと。初めからそのつもりだったんですね。だから藤井君に警官を連れてこさせた。大した人だ。通せ、通してくれ。一ノ瀬事務次官。ここは厚生労働省の関連施設です。勝手な立ち入りはお断りします。へえ、ラブホの管理までやってるんですか、厚労省は。見た目がどうあれ、今ここはアドデックナインの研究施設だ。重要機密だらけなんだよこの場所は。それなんですけど、俺が不法侵入したばっかりに悪いね。ここは警察で封鎖を。そうですよね。やはりそうはいきませんね、八神さん。ここで少なくとも4人殺されてるんだ。間違いない。証拠は必ず出る。現時点、博打だろうが今は張る時だ。困りましたね。そういう問題じゃないんですよ。何？てめえみてえのが本当の税金泥棒ってんだ。まあこいつも考えてみりゃ哀れなもんだ。自業自得とは言えよ。つうか兄貴は相変わらずお人よしっつうか。よ。ここはアドデックナインの研究施設とおっしゃいましたよね、一ノ瀬事務次官。その通りです。アドデックナインは日本の国家戦略ともいえる研究です。たかが不法侵入でそれをストップさせるなんてありえません。もっと柔軟に扱うべき案件ですね。何？検事さん。ご理解いただけているようで大変助かります。では撤収します。全員速やかにこの建物を出るように。どうかアドデックナインを完成させてください、正野先生。今後もうこのような邪魔は一切入れさせません。検事生、まさかあんたもアドデックナインの利権に。あなたもお一人よ、八神さん。いつから森田検事生まで味方に。
アドデックナインには味方が大勢います。何をしたって届きません。ふざけやがって。絶対に諦めねえからな。そうだ、先ほど木戸先生と連絡が取れましてね。今は黒岩刑事と一緒だそうです。何？チンピラに絡まれていたところを救われたとか。もうカムロ町には二度と近づかないでしょうね。アドデックナインを世に発表した創薬センター長の木戸もまた、その莫大な利権に取り込まれた一人に過ぎなかった。未完の新薬のために繰り返される人体実験、八神はその証拠を手にしたかに見えた。しかし全ては闇に葬られる。人類を救う新薬、その正義の名のもとに。思ってたより随分ひどいな。黒岩が来たんだって？ああ、たった一人でな。なのにこのざまだ、チキシュ。木戸は連れて行かれちまった。そっちは何があった？ショーノの秘密ラボを見つけた。でも警察はそこを捜査しない。なんだ。知見の検事生もアドデックナインの一味だった。だと？残ってた証拠も今頃綺麗に消されてんだろうな。八神さん、それとは別にもう一つお知らせがある。なんだよ。杉浦がどうかしたか？なあ、こいつは杉浦じゃなかったんだ。ああ？お前、寺沢恵美の弟だったのか。なんで隠してたんだよ。もともと僕は八神さんに思い出してほしかったんだ。何を？姉貴を死なせたことだよ。インチキ弁護士が人殺しを野放しにした。そのせいでエミは焼き殺された。ああ、そうか。続けてくれ、俺に遠慮はいらねえから。あの事件の頃僕はずっと引きこもりのニートでさ。そんな僕にさえ姉貴はいつも優しかった。なのにある日、真っ当に生きてきた姉貴が本当に急に理由もなく殺された。どんなに理不尽なことが起きても世の中は何の問題もなく回り続ける。そんな社会が僕はますます嫌になったよ。もしかして窃盗団に入ってた理由はそれか？まあね、少なくとも僕は世のため人のためって気分では生きてなかったから。
エミが殺された時、八神さんは僕にも僕の親にも謝らなかった。じゃあそん時に会ってたのかお前ら。そうだよ。ただ当時の僕は顔も見えないようなロン毛でメガネ、今とは別人だったからね。出なきゃ忘れてない。人殺しをかばうのか。あんたも人殺しの仲間だ。あんたらからそんな風に言われるのがあの頃一番答えだけど、大久保君は無実を主張していた。その弁護を受けてた俺が謝るわけにはいかなかった。俺が謝れば大久保君の有罪を認めることになる。じゃあ裁判が終わった後は。謝らなかったな。俺はあの後何もかもから逃げてた。そうだよね。八神さんは法廷からも離れて社会的に抹殺されてた。大久保にも死刑判決が出て、だから僕もそれで納得するしかないと思ってた。じゃあまたなんでターボーの前に現れたんだ。あんたが。八神さんがモグラの事件でまた法廷に戻ってきたからさ。ヤクザの頭を無罪にしたとか言って。弁護士として戻ったわけじゃない。そんなの傍からじゃわからないよ。だからどういうつもりなのか確かめてやろうと思ったんだ。もしもエミのことすっかり忘れてまた当たり前のように弁護士に戻るつもりなら、自分のやったことを思い出させて必ず思い知らせてやるって。それが俺らに近づいた理由か。そうだよ。それに大久保の様子も知りたかった。ちゃんと毎日死刑に怯えているかをさ。弁護士なら死刑囚とかって会えるからね。なのにその大久保に冤罪の可能性が出てきたってわけか。あんたたちといなきゃ気づきようがなかった。皮肉だよね。事件から3年も経って真犯人が出てきた。しかもそいつは翔の、ありがたい新薬の開発者だ。この先世界に感謝されて生きていくんだよ。エミを何度も刺して火をつけた男が。大丈夫だ。みんな真実を知りや奴の正体に気づく。今日人殺しのあいつを守るために敵は一丸になって証拠を握りつぶしたよ。都合のいいように真実をねじ曲げてみせた。僕の目の前でなら真実なんて追うだけ無駄だ。クソぐらいだ。そうでしょ八神さん。違う。俺はさ、杉浦、エミちゃんが死んで以来真実を追うことからずっと逃げてた。突き詰めれば彼女を死なせた責任が俺にあるかもしれなかったからだよ。そんなのとまともに向き合うなんてできなかった。ターボ。でもやっぱり誰にでも一つや二つ絶対に目を背けちゃいけない真実っていうのがあるんだと思う。そいつと向き合って初めて前に進めることもある。お前が俺に近づいてきたのも心のどこかで真実をはっきりさせたいってそう思ったからじゃねえのか。もしそうなら俺らにはまだやるべきことが残ってる。無駄でも何でもやっぱどこまでも真実を追うしかねえんだよ。
でも八方塞がりだぜ。それがどうした。なんとかするだけだな、タボ。おい、参ったな、こりゃ。真冬からだ。どうした。森田検事生のことで話が。お前まだカムロ町にいるのか。うん、テンダーにいる。それで今から来てくれない。私監視されてるみたい。監視。うん、店に入るまでずっと見られてた。気のせいじゃないと思う。また厚労省で雇ったホームレスたちか。それとも検事生の手先かもね。分かった、すぐに行く。ありがとう。聞こえてた。俺も行くぜ。東は杉浦を見てろ。え、ちょ、え、え、行くぞ、ターボー。